この人は。あの杉山さん多分ねお腹痛くてトイレ行っちゃったかな。つまずいてたよ、さっき。はい、じゃあ自己紹介します。はい、お願いします。せーの、私たち二人合わせて100歳元気アイドルのアイドルズでーす。はい、18歳。ファントは43歳。妖精担当フワリーです。はい、永遠の16歳。本当は57歳。妖精担当兼妖怪担当アニャです。宝が妖怪だよ。え、怖い。久しぶりに元のやり取りをやったんですけど、今日本当の妖怪の人もたくさん見に来てくれてるので、妖怪が妖怪仲間が多くてよかったね。西尾くんは箱じゃないよ。そうだけど、箱喋った。喋るよ。そうだ、喋れるぜ僕は。なんか前より声が大きくなったんですけど、この3人が今アイドルズですね。はい、よろしくお願いします。それでは、早速、西尾の抹茶で作ったスイーツを PR するお仕事、観光協会からいただいておりまして、私たち今からそのオリジナル曲を歌います。ノリがいい曲なんで、皆さんもしよかったらノリノリで聴いてください。まずはあれだよ、あ、間違えた、ラーメンの方間違えた。そう、ごめんねラーメン。ごめんねラーメンっていうね、セカンドシングルを今から歌います。ラーメンが好きだけど、今タイトル言おうとして間違えたでしょ。ごめんね、ラーメンっていう曲ですよね。はい、じゃあ歌います。はい、よろしくお願いします。Thank you.
いよね。あ、大丈夫ですよ、履いてますからね、はい、履いてます。その下も履いてますから大丈夫。私ね、久しぶりにライブやるんで店番をどっかやっちゃったんで、はい、ブルマ履いてます。それはまずいね。なんでブルマって見せていいの？西尾くんも履いてるから大丈夫だよ。なんか西尾くん色違う。西尾くん生パンだった。なんで西尾くん色が違う？短パン焼けしてる。短パン焼けってちょっと不思議ですね。ね、お腹空いたね、ラーメンね。うん、私は唐揚げが食べたいかな。いい匂い。それ要求してますよ。ダイエットしてるんで。ダイエットしてる。痩せたよね。そう、この前ここに最後に出た時が、うん、2ヶ月ぐらい前。2ヶ月ぐらい前で、その時から5キロぐらい痩せました。そうそうそう、頑張ったよね。実はあの時に、なんで痩せようと思ったかっていうと、この写真を見た人が誰かツイッターで、森さん中かと思ったって。あ、だった。私はそれを見て、じゃあ私のことを森さん中って書かれてて、言ってたね、言ってたね。そうそう、それで、これはやばいと、アイドルとして。それ森三中さんに失礼だからやめて。でもお笑いやめた方がいい。違う、それぐらい太ってるのは売りでしょ、だって森三中さんの。ああ、まあそうなのかな。太ってるの売りかなと思って。で、私はダイエットしようと思って頑張りました。頑張りましたね。誰なの書いたの。怖いよ。そのおかげで痩せれたんでありがとうございます。ね、そうだね、きっかけがね。そうそう、こういうのをバネにして頑張ろうと思ってます。ね、でね、今日はね、ここプロジェクトね、はい、こうやって女の子ばっかなのね。そう。うん、誰も突っ込んでくれない。そうだよ。突っ込んで。突っ込んでね、あげたよね。えい。えい。ダメだ。ダメだぜ。ダメだ。もう出れなくなって。アイドルとね、こんな3人でね、まあ、西尾くんは喋れるようになったけど、そうそう、歌えないからね。ね、歌えばいいのに。ね、あとダンスをちょっと今からね、うんうん、バックダンスで。はい。で、私たちここプロジェクト COCO と書いて、CO が2個で西尾っていう風でね、つけていますけれども。はい、西尾の応援ソングをいろいろ歌ってまして、はい、なんか同じこと喋ってたね。そうだよ。愛知県西尾市を PR してます。はい、愛知県の中でも海の方にあって、すごい綺麗なリゾート地で島とかもあるんで遊びに来てください。そうです。で、そのね、次に歌うのがアイドルズの最初の曲で、抹茶スイーツの、今日は抹茶じゃなくて違うスイーツだけどね。はい、いろいろあるじゃん。あ、そういう意味か。スイートフェスティバルだよ、今日。びっくりした、違うスイートの歌かと思った。マジか。マジでびっくり。びっくり。ね、美味しそうな匂いがね、いっぱいしてて ね、また太って帰ってください。嫌です、もう太りたくない。でもね、抹茶スイーツもね、すごく美味しいので、ぜひ食べに来ていただきたいなと思ってますけど。はい。じゃあ次の曲ね、行きたいと思います。はい、スイートスイーツグリーンです、はい。お願いします。君のことばかり浮かんで消える。
西尾の方からですね、西尾といえば抹茶ですけれども、はい、はい、茶摘み娘さんがね、すごいね、こんなにたくさん、こんなにたくさんあの、ね、来ていただいてます。名古屋にですよ、西尾ですよ、何時間もかかるんですよ、5時間ぐらいかけてね。そんな田舎じゃない、そんなかけてない。はい、ね、じゃあ茶摘み娘さん、どうぞ。あ、皆さんすみません、動画は NG でお願いします。